ライトバン。ライトバンは自動車の分類上の故障である。自動車におけるバンの成り立ちはトラックの荷台部分を貨物室とした有害商用車であり、同様の車体形状を持つが乗用車を元にして誕生したステーションワゴンとは誕生の経緯そのものがなる。よって両車は外観的には類似の形状を持っているが、自動車としての本質は全く異なるものであり、本質からすれば、 むしろ、コンテナトラックに近いと言える。日本でのライトバンという故障は、ライトトラックやライトバスなどと同様、それぞれの車型の中では、比較的小型で、積載量の少ないものを指す英語に由来する。日本の自動車が小型車中心であることから、この故障が定着していたが、近年ではカタログ表記も単にバンとされることが多い。 過失に窓のないものをや、ブラインド板と呼び、区別することもある。日本では、貨物自動車の一種で、2ボックス、1.5ボックス、1ボックスのいずれかの車体形状を持ち、後席を折りたたんで、荷物室を拡大することができるか、もしくは後席を備えていないものを指す。後席を備える車両の場合、前席後端より、後方のスペースのうち、 荷物室が下半を占めることと規定されている。また、以前は、過失側面窓、リアクルーターウィンドウを荷物から保護することが法律で義務付けられており、過失窓には保護棒が取り付けられていた。現在この規定は廃止。また、急性同時に重量物の移動から乗員を守る保護機能、座席背面の鉄板や保護棒なども必要である。この規定により、 日本国内からウォークスルー版が廃止された。軽自動車規格を超える登録者の場合、車検は新車の初回のみ2年後でその後は1年後と、小型車、全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル、ガソリン車において、総排気量 2000cc、ディーゼルは排気量制限なし。枠内、いわゆる5ナンバーサイズの車両は4ナンバー。 どれか一要素でも超える車は一ナンバー、普通貨物自動車と規定されている。以前の小型車は、ホイールベースの上限も定められており、1958年、昭和33年までは 2500mm、それ以降は 2750mm であった。車両価格、初期費用と維持費を抑えるため、トランスミッション、変速機は、 マニュアルが多かったが、オートマチック限定免許の普及もあり、乗用車のマニュアル比率が極端に減った現在で、パワートレインをそれらと共用する都合で、オートマチックの比率が高まっており、ついに2014年のプロボックス、サクシードのマイナーチェンジでにボックス新車から、MT 車が消滅してしまった。アメリカ英語ではと呼ばれる。以前のライトバンとは、この車型を指した。 専用の2ドアボディが標準であったが、2代目トヨタ、スタウトのように、左側のみにリアドアを持つ1プラス2ドアもあった。後に、乗用車派生、もしくは乗用車のコンポーネントを流用したモデルの増加に伴い4ドアが標準となる。車高が低く、全部にボンネット、後部にラゲージスペースを持つ形状で、ボンネット版、ボンバンやエステート版とも呼ばれる。 ステーションワゴンタイプ、従来からライト版と呼ばれている車型が主であるが、軽自動車にはハッチバックタイプも存在する。以前は登録者の一部にもハッチバックタイプが存在したが、軽自動車と比較して、自動車税や車検、新車時初回2年以降毎年の面で不利になることもあり、日本では現在、生産されていない、鈴木カルタス版、イスズジェミネット、ホンダシティプロ。 開発車レード版、トヨタスターレット版など、エステート版も同様の問題で、軽ワンボックス版への置き換えが進んでいる傾向がある。このタイプの最大積載量は、軽自動車で 200kg、登録車で350から 500kg 程度であり、貨物車では最大積載量が最も少ないものの、ワンボックスタイプと比較して、乗員の疲労度が比較的少ないこと。 車高が低いのでタワーパーキングに入庫できることなどメリットも存在するためタワーパーキングの大い大都市部で車用車として使用されることが多い仮装などに伴う改造によって8ナンバーなどを取得した車両とガソリンエンジンで排気量が2.0リットルを超えるものを除きすべての車種が4ナンバー小型貨物自動車である小型の欧州車に古くから見られる 大衆車の前半と大きな2箱とをつなぎ合わせた形状の版。フルゴネット、フォーガーネットとは、フランス語で小型貨物車、小型トラックを総称するカミオネットのうち有害者を指すものであり、実質は大衆車派生の小型ボンネット版に対する賞である。大型貨物自動車は、と、フルゴン、鉄道車両の有害者もフルゴンと呼ぶ。 フランス以外の欧州各国にも同類は見られるが、日本では自動車雑誌で紹介される機械や輸入される同種の中でもフランス車がとりわけ多く、シトロエンのヤシー15、ルノーの矢など特に認知度が高いことと、英語の矢に比べ簡潔に車型の特徴を表すこともできるため、この故障が広まった。乗用車の前半分を流用していることでは2。 ボックスタイプの延長線上にあるとも言えるが、車体後半のみが大きな箱状となっていることが特徴であり、また、ピックアップトラックにパネル板タイプの2箱を仮装したものとも異なり、キャビンと2箱の外半は繋がっており、室内もほとんどの車種で運転席と過失が繋がっている。その成り立ちから、キャブオーバー型に比べ運転姿勢や、 操縦安定性が乗用車に近い利点があるが、スペース効率では、キャブオーバー型に譲る。運転席上を控えめなハイルーフとした車種もあったが、低いボンネットと大きな荷箱を組み合わせたスタイルに、長らく変わりはなく、1977年に、マトラが、騎士改正を騎して放ったランチョも、SUV 風の外観をまとい、乗用バージョンのみとして、 フルゴネット派生の乗用モデルとの差別化を図ってはいたが、基本的な成り立ちは従来の発想を大きく超えるものではなかった。しかし、くしくも1997年に相次いで発表されたルノーカングーとシトロエンベルランゴは従来から備わっていた乗用ユーティリティービークル、現在ラブと呼ばれるジャンルで一時の日本での RV の 解釈に持ち替えとしての支出をさらに高めるため、専用のフロントボディを与え、屋根全体をスムーズなラインで配流付化し、スライド式のリアドアを持つ4度アーシャを追加した。これらの改良はいずれも初めての試みであったが、大きな成功を収めたことから、他社も一斉に追従する結果となり、現在このカテゴリーでは日本でいうところのトールワゴンスタイルが標準となっており、 内装と装備を充実させた乗用バージョンをラインナップに揃えることも至極当然となっているフィアット、ドブロ、フォルクスワーゲン、キャリーなど。これら最近の車種のバックドアは商用モデルが観音開きであるのに対し、乗用モデルは跳ね上げ式となっているレジャーアクティビティビークルも参照。日本車ではかつて岡村製作所、岡村が生産した ミカササービスカーマーク E がその講師といえる。自動車ディーラー網を持たなかった岡村は、ミカサの各版モデルを自社用サービスカーとし、広く一般には販売しなかった。岡村はシトロエンに CV のメカニズムを模倣してはいたが、コトスタイリングに関しては、同じくに CV に感化されたトヨタパブリカ同様、本家とは異なるごく常識的なものであった。その中で唯一、 マーク E の荷箱にはのような多数のリブが並んでおり、その強い影響が見られる。その後長らくこのタイプでミカサに追従するメーカーはなかったがバブル期に開発された日産 ADMAX と鈴木アルトハッスルがカタログモデルとして市販されている。しかし、機械式駐車場の高さ制限や2ドアの不便さ、 後日のワンボックスタイプがすでに広く普及していたことなどからどちらも定着せず、後継モデルは作られなかった。唯一の成功例としては、内外間から商用車らしさを極力排除したパイクカーの日産、エスカルゴがある。欧州車に多く見られる MPV やミニバンとの共通設計、あるいは派生車種で、いわゆるモノスペースの商用車、背の高いキャビンと過失を持ち、 全長に対して、ボンネットが短いため、日本では1.5ボックスと呼ばれることもある。ほとんどが、常用、客下兼用バージョンをラインナップする。良好な操縦安定性と無理のない運転姿勢、十分に確保されたクラッシャブルゾーンなどの利点を持つが、その分過失容積は圧迫される。ワンボックスタイプは、車高が高く、独立したエンジンコンパートメント、 ボンネットをもないため、床面積の多くを過失に当てることができ、スペース効率と取り回しに優れ、日本を含むアジアの一部では主流となっている。一方、ボンネット付きのスタイルに比べ、運転姿勢や前方衝突安全性の面で不利となることから、2000年代以降の日本車では最低限のクラッシャルゾーンとキャビンの変形防止構造を有している。エンジンの搭載位置は、 全席化のキャブオーバー型、全席化か、全席前のセミキャブオーバー型、車体中央部床下のミッドシップ型、5車軸より後方のリアエンジン型がある。後2車は主にスペースに制約の多い軽自動車に採用されている。ワンボックスタイプでは、車種によってはシートを3列持つものもある。最大積載量は、 軽自動車で 350kg、登録者で600から 1250kg 程度である。自動車税と自賠責保険の掛け金が安く、軽自動車を除いて、車検の期間が1年と短いことから、主に企業や商店関係で物品の運搬や配送に用いられることが多く、ほとんどの場合は車体に看板、企業や商店の名称が記されている。 少数ながら、事業、青、緑ナンバーを取った郵便の集配や、運輸業での使用もある。専用集配車が登場する以前はもちろん、現在でも、宅配便では、多くのワンボックスタイプが使われている。個人で保有するケースとしては、大工や、配管設備など、何らかの商売を営んでいる、個人事業主、キャンピングカーやトランポにする場合、余分なシートや、 内装材が付いていない分ワゴン使用リスペースを取り、安くて安上がり、税金や価格が安い、商用車独特の外観のスッキリチープ感に、質実合検査を感じる、リアスムージングのしやすさなどが挙げられるが、基本的に軽自動車を除き少ない。BR 一方、軽自動車の場合は、車検が商用でも2年後期である上に税金が乗用車の半額である。 大きなメリットがあるためワンボックスハッチバックともに一定の毎イ需要がある。2017年9月より、価格混載、時間帯によって貨物と旅客を掛け持ちで輸送する形態の規制緩和が行われることから、過疎地などを中心にライト版、ワゴンで旅客輸送を行うケースもで表す見込み。ステーションワゴンタイプかつては大半のメーカーが自社生産していたが、 上記の理由により現在では2社のみの生産になった。モノスペースタイプ、ワンボックスタイプ、ハッチバックタイプ、軽ボンネット版ワンボックスタイプ、モノスペースタイプ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。